はい、皆さん、こんばんは、満点さんです。えー、配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、えー、今回ね、562回リセットでこういう結果になっております。今回ね、リセットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしましては、えー、そうですね、えー、特にね、5の列が出にくいというところで、まあ、今回もね、5の列出てないというところで、まあ、やや傾向出てまして、えー、位の方りに関しましては、えー、そんなに出てない感じですかね、まあ、前回引き続きね、えー結構 こうえー、書くくらい、えー、まんべんなく出てるような感じで出てます。ということでね、えー、今回ね、えー、注目していただきたい点がまあ、2点ほどありまして、まあ、1つは、えー、そうですね。今回出た15番なんですけど、この番号はねえっ、ー、と。まあ13と、えー、並んでね。 一番全部の数全部の数字の中で最も出現回数多いんですけど特にね15番っていうのはねちょっと前まではね結構長い間ちょっと出ずにね間が空いてたんですけどそのねちょっと出始めてからはね結構頻度で出てね13番を追い抜いてねちょうど同率で 出現回数多くなってたんですが、さらに出て、13番を抜いて、またさらに、っとも出現回数の多い数となっております。もう一つね、注目していただきたい点は、この20番ですね。この20番なんですけど、そうですね、えー、とね、えー、まあ今回出て、前回も出て、前々回も出て、 ということでね、3連続出てるんですけど、まあ、比較的ね、ここ最近で見た結構な出現回数で出てるんですけど、回数自体はね、そうですね、比較的全体の中でも出現回数少ないんですけど、結構偏りで出てましてね、直近で、比較的偏りで出てますね。 えっとね、比較的、だからその次回もね、出るかどうかっていうとこあるんですけど、比較的偏って出るんでね、直近で見たらこのね、17番とかもね、4連続で出てますしね、比較的4連続とか、出てるところ、ここもそうですね、こ,こ,こんなところとかもね、 こう比較的偏って出てるんで、4連続とか出てるとこありますし、確かね、最もえ連続で出ているのが、まあ、ここですかね。6連続は確かえ最高だったと思うんですけど、ここを見ていただいたらわかると思うんですけど、こ,この間ぐらいで見たらね、11回中ね9回出てるっていうような感じのね、偏りの出方してますんでね。比較的、その、えっと、 偏って出てるところはね、意外とその出現のね、割合が、えー、ちょっと注目すべき点だと思うんでね。まあその辺ね、また形とかもね、えー、ちょっとその辺見ていただいたらいいんじゃないかと思いますね。まあここで言ったら、まあ34番とかもね、えー、比較的、えー 出てるようなところもありますんでね、まあ、こういうところもね、出現の形をね、ちょっと注目して見ていただきたいと思います。ということで、次回の予想ですけど、こちらがね、えっ、ー、と、偏りのある数字となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっておりまして、こちらが総合的な予想となっております。まあ、これ、あの、私の指導のちょっと、 えー、狙い、狙い、狙い目の <laughs> 数字となっておりますので、また参考にしていただければいいんじゃないかと思います。ということで、えー、ね、またデータご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということで、えー、また来週さよなら。